も皆さんこんにちは。私、木野と申します。四つ女神、パート3、やっていきますか。東京はどんなパートになるんでしょうか。東京。さあ、下校時の下町。これは完全に浅草だわ。もうね、見ただけでわかる。私、一時期浅草にめっちゃ通ってたんで。ここ浅草の、ね、地下鉄への道ですね。中学3年生、まだ暑さの残る夏休み明けの9月。夏休み明け憂鬱やわ。進路希望調査か、大学行くか働くか。北中学校からの帰り道、私は今朝担当教師から配られた1枚の紙を見つめていた。ねえ、もう高校卒業と同時になんか道を決めろって無理な話だよね、なかなか。紙には進路希望調査と書かれた文字の下に進学、就職のチェック欄があり、さらにその下には希望を書き込むための空欄が3つあった。ね、進学をするなら志望校3つ。就職を希望するなら企業や職種を上から3つ記入するためだ。なるほどね。しかし、その紙に書かれているのは、2組の佐原舞という自分の名前だけ。まだ決まってないんだね。中学3年の夏休みが明け、いよいよ自分の進路に真剣に向き合わざるを得なくなってきた。辛いところだよね。私は今日何度目かわからないため息を吐いて進路希望調査の紙をカバンにしまい込んだ。学校の帰り道に近所のスーパーにより夕食の買い出しをする。買い出しまで。入り口に貼ってある今日の特売チラシと冷蔵庫の中を思い出しながら、夕食の食材と足りなくなっていた調味料、酒のつまみなどを手慣れた手つきで酒のつまみってお前食べんのか、もしかして。会計を済ませ、少し重たくなった袋を持って私はアパートへ向かった。まさかね、お父さんとかのだよね酒のつまみとか言って、そこの角を曲がればもう自宅であるアパートというところで、誰かが言い争う声が聞こえてきた。私は、わあ、どっち？立ち止まって聞き耳を立てるのはちょっとわざとらしいよね。角からそっと覗き込んでみる。いや、どっちも怪しいか。酔っ払いが歩く夜中ならまだしも、まだ夕方なのに。なるほど。恐る恐る角からアパートの方向を覗き込むと、アパートの前で言い争っていたのは、なんと私の父だった。なんということでしょう。お父さんやめて、お酒のつまみ買ってきたから。ほら、ピスタチオ。お父さん前、もう帰ってきてたのか。お父さんなかなかのイケメンやな。お父さんどうしたの？父の佐原誠は驚いた顔をして私を見た。向かい合っておそらく父と言い争っていた人物は、イケメン、これまたイケメン。お父さん、そうだよね、お父さん、両方ともなんか雰囲気の違うお父さんじゃん。驚いたな。誠に娘？お前には関係がないだろ。お前とは幾分失礼だな。兄だろ。それに誠の娘なら私に関係がないわけがないじゃないか。お兄さん、めっちゃ似てんじゃん。心底驚いた。そうだよ、私は相良修二か誠の兄だ。君の叔父だよ。はじめまして、舞さん。全然違うじゃないか。はじめまして。舞、聞かなくていい。本当にひどい言い草だな。私は姪と初めて会うんだよ。関係ない。家とは絶縁したんだ。そうなんだ。絶縁したといっても、家族の縁は簡単に切れるものではないよ。だからこうやって会いに来たというのに。来てほしいと俺が言ったか。いいからもう帰ってくれ。誘いには乗らない。どんな誘い、誘惑に乗ろうとしてたんだ。父が声を荒げ、私はびっくりと体をすくませた。普段寡黙で感情の浮き沈みの少ない父が、そうなんだ、酒に溺れてそうな父親だと思ってたわ、勝手に。こんなに声を荒げているところを初めて聞いた。鬼の形相で睨みつける父を前に、おじと名乗った男は真剣な表情で言う。この子にだって無関係な話じゃないはずだ。誠、本当にそれでいいと思っているのか。誠が目の敵にしていた父と母は亡くなった。もう大丈夫なんだよ。総一兄さんだって誠が来てくれるのを望んでいるはずだ。
兄さん何人いんの？総一兄さんは。とにかく、くよくよ考えるじゃないね。よくよく考えることだ。誠の気持ちだけでなく、その子の気持ちも。お母さんはいないのかな？そう言い残して修二と名乗った男は私の横を通り過ぎて行ってしまった。さよなら。あまりに突然のことに私はしばらくの間、その場から動くことができなかった。はっと気がつき、父を見ると、顔は青ざめ、眉間に深いシワを寄せていた。なんで青くなるの？父さん、おつまみ買ってきたよ。いろいろと聞きたいことがあるのに、それ以上声が出てこない。もう、あれだよね。完全に空気を読んで、これは聞いちゃダメだって脳が思ってるんだろうね。黙って父を見つめ続けると、こちらを見てつぶやいた。すまん。まだ、何も聞かないでくれ。まあ、聞くなと言われたらね、だって、教えてくれないんでしょ、どうせ。うん。部屋に戻ろう。父は私の元へ歩いてくると、私が持っていたスーパーの袋を少し乱暴にひっつかんで、アパートの2階へ上がってしまった。私はただ無言でそれを追いかけることしかできなかった。物心ついた時から、父とこの東京のアパートで二人暮らししていた。二人で暮らしていた。母親や祖父母、親戚などは知らない。母親も知らないんだ。生きているのか死んでいるのか。なぜ？ね、母子家庭はよく言うけどね。小さい頃に一度だけ父に尋ねたことがあった。ああ、かわいい。ねえ、どうして私にはお母さんがいないの？いや、いるんだけどね、本当は。お父さんから生まれてくることはないんだよ。友達にはお母さんがいた。ご飯を作ってくれて、一緒のお布団で寝てくれて、絵本を読んでくれる。そんなお母さんが。しかし、父は辛そうな顔をしただけで、答えてはくれなかった。その顔を見た時から、私は自分の家族について、父に聞けないでいる。聞いてはいけないのだと。聞いたら、何かが壊れてしまう。そう感じた私は、その質問を胸にしまって、蓋をした。わー、なんかさ、急に物語に入ってきたんだけど、めっちゃびっくりするけど、登場人物たち今頃神社に閉じ込められてんだよね。わあ、気まずい雰囲気で夕食を作り、味のしない夕食を急いで口の中に書き込んだ。食事の最中も食後も、父は険しい表情を崩さず、何かを思い詰めているようだった。いつもは真剣に見ている野球中継も、ほとんど耳に入っていないようだ。何を言われたんだろう。わあ、ここで調べられるんですけど。どうしよう、移動はできないから、探索しかないよね。声をかけづらいな。野球中継が流れている。写真立てを手に取った。その写真には赤ちゃんが写っていた。私が赤ちゃんの頃の唯一の写真だ。半分が破れてしまっているが、なぜ破れているのか理由はわからない。その半分に本当はお母さんが写ってるんでしょうね。多分こんな感じがするね。もう写真立ては特に関係ないか。夕食を取ったりする机。お、さっきはすまなかった。怒鳴り声を上げて。うん、びっくりした。父は何か言おうか言わまいか迷ったように言葉を濁す。多分先ほど言い争っていた件だろう。私は、あの人誰？言いたくなかったら言わなくてもいいよ。一体何の話だったの？普通に聞く。すいません。ちょっとね、今なんか下から物音がしたからね。いやー、怖くてね、ちょっと見に行っちゃった。そうだな。やはり前は知るべきだな。知るべき？シルベスタ・スタローン。そうだ。あの人は相良修司。俺の兄だ。私、お父さんにお兄さんがいるなんて知らなかった。自分の家族がどういうものか、ずっと気になっていただろ？教えてくれんの、ここで。そんなことあるよ。とっさに反論できなかった。私が気になっていると言ったら、父が悲しむかもしれない。またあの表情をさせてしまうかもしれない。黙り込んでしまった私を父は覗き込む。そしてふっと目尻を下げた。舞、俺に遠慮しているだろう。気になって当然だ。うん、私ずっと知りたかった。ねえお父さん、あの人はなんでお父さんに会いに来たの？教えてくれよ。頼むから実家に来ないかと言われたんだ。ほう、てってってってれれれれ、そうだ、俺が生まれた相良の家だ。
自分に実家があるというのは不思議な感覚だった。ずっと父とこのアパートで暮らしてきて、祖父母やいとこなど家族に会ったことはない。ほう。クラスの友達が夏休みやお正月に実家に帰るんだという話は何度も聞いてきたけれど、いやね、大学になってもね、そういう話聞くんだけどね、うわ実家帰りてってなるね。ここが実家なんだけど、自分には関係のない遠い話のように思っていた。私にも実家があるの？帰りたい。当たり前だろ、前はここで生まれたわけじゃないし、俺の両親前にとっての祖父母だっていたんだ。そりゃそうだよね、いないって私どうやって生まれたのってなるもん。私におじいちゃんとおばあちゃんが、その存在も私にはひどく遠いもののように思える。私にとって家族とは父の誠ただ一人だけだったから。でも死んだそうだ。親父は5年前、母親は去年亡くなったんだと。え、会わずに終わっちゃったね。その報告だったんだ。葬式にも出ない俺を探し出してようやく見つけたらしい。どうやって？いい加減へそを曲げるのはやめて、墓参りくらいしに来いってな。生まれて15年、ずっと知ることができなかった自分の家族、こんな形で知ることになるなんて思ってもみなかった。実は私にはおじさんがいて、おじいちゃんとおばあちゃんもいて、でも会うことなく、知った時には亡くなっていて、でももう生まれた時に亡くなってる方もね、中にはいらっしゃいますよね。心の整理が追いつかない。それに自分にそんな家族がいるなんていまいちピンとこなかった。ねえお父さん、総一兄さんって？先ほど修二おじさんは総一兄さんだって誠が来てくれるのを望んでいるはずだと言っていたのを思い出した。お、そうだよね、総一兄さんは長男だ。俺と修二の兄。なるほど、一番上か。お父さんって3人兄弟だったの？そうだ、3人兄弟か。クラスの友達から聞く兄弟姉妹の話はいつだって賑やかだ。愚痴の話題ばかりだけど、それでも仲良く漫画やゲームを貸し合ったり遊びに行ったりと、一人っ子の私には羨ましいことばかりだ。そういうのありますね、兄弟か、いいな。しかし総一兄さんも亡くなったらしい。若いでしょうに。総一兄さんはまだ若いでしょうに。かすれた絞り出すような声だった。両親の話をするときよりもよほど辛いというように。父はその家族の、家庭の中で一体どんな人生を送ってきたんだろう。絶縁するほどの何があったんだろう。それは知りたいよね。次にかける言葉を見つけられずにいるとぽつりとつぶやいた。あ、行きたいか。え、行ってみたいか。実家に、舞のおじいちゃんとおばあちゃんの墓参りに。実家、おじいちゃんとおばあちゃん、墓参り、ワクワクしか感じないよね。どれも小さい頃から自分には関係がなかった、でも密かに憧れていたことだ。私は行ってみたい。もちろんだよ、虫取りとかしたいし行ってみたい。今まで知らなかったことばっかりだし。はい、全然違った、理由が違った。それに行った方がいいんじゃないかな。だってお父さんとお母さんとお兄さんが亡くなったんでしょ。私だったら、もし死んじゃった時にお父さんが会いに来てくれなかったら寂しいし。私は眉を下げて父を見た。しばらく考え込んでいる様子だったが、ふと肩の力を抜いて私に言った。そうだな、前の言う通りだ。俺も前が来てくれなかったら寂しいしな。お、理解したじゃん。これで行くことになったのね。なるへそなるへそ。怖い夜の家、テレビからなんか出てきそう。話をしてしまってすっきりしたのか、寝酒もほどほどに父は布団でいびきをかけ始めた。私にもお父さん以外の家族がいたんだ。私のお母さんのこともわかるのかな。そしてカバンの中に入れっぱなしの進路希望調査の紙を思い出した。わあ、辛い現実。決められないでいるのは自分というものが曖昧だからかもしれない。まあ自分探しみたいなもんやからな。過去と家族と自分を知れば自分の将来が見えてくるかもしれない。高校進学が父の金銭的負担になるのでは。自分という存在が父の再婚や幸せを妨げてしまっているのではないか。あ、高校、まだ中学生か。そっかそっか、中学生だったね。ごめん、間違えてたね、私完全に。もう次大学かと思ってたわ。そう考えてしまう自分を変えられるかもしれない。そう思った。やりたいことがあったらね、自分で金を稼げばいいんだよ。最悪ね。お、それから一週間ほどして仕事から帰ってきた父が言った。まい。春分の日の祝日に予定開けておけよ。
あと次の日の金曜は学校を休むことになるがいいか。俺も休みを取る。そこで行くんだ。え、墓参りだよ。行くんだろ。うん、行く。いいね、学校サボって。そうだ、制服を忘れるなよ。うちは仏教じゃないが一周忌のようなものだ。前の清掃は制服だからな。分かった。そっか、学生の頃は制服なんだね。父は約束を忘れていなかった。実家へ行くこともそうだけど、父と二人で旅行に行けるんだ。めったにあることじゃない。嬉しいね。私はドキドキ高鳴る胸と嬉しい気持ちが顔に出ないよう抑えるのに必死だったそうだよね、田舎に行けるってちょっとワクワクするよね、きっと東京からだと。はい、ということで、じゃあ東京クリアだね。じゃあこのまんま次にも行っちゃいますか。15分ぐらいだったからまだまだ行けそうですね。相良家やっていきましょう。スタート。どんな話になるんだろう。これがあれだよね、行くまでのやつなのかな。まだ約束の春分の日、私と父はまだ日も昇らない時間に起床して準備をした。これから東京のアパートを出て実家へ向かう。実家だよ、実家。移動だけでほぼ一日がかりだ。大変だろうが大丈夫か。余計ワクワクするじゃん。大丈夫。なんかやっぱ遠出っていいよね。わー素敵。しかも寝られる。地下鉄の最寄り駅から東京駅へ行き、新幹線に乗り換えた。乗るのは修学旅行の時以来。ワクワクする考えただけでワクワクする。そこからのバス、電車に乗り継ぎ、さらにバスで山道を登った。実家は想像していた以上に田舎のようだ。新幹線や電車の中では私に気を使って話しかけていた父だが、バスに乗り換えてからは完全に口を閉ざしてしまった。緊張してるんだよね。そうだよね。私もこれから行く実家で粗相をしないだろうかと緊張してしまって、それどころではなかった。おばあちゃん家ってさ、あんまり行かないからどう接していいか緊張するよね。私もそうだった。つづら折りの山道を登ったバスは四つ村というバス停で停車した。四つ村で合ってんのかな。うわぁ一日に2本。数分間隔で電車やバスが来る東京の時刻表と比べ物にならないくらいのバスの本数が少ない。田舎はどこもこんなもんだ。行くぞ。採算取れないからね。ボストンバッグを担いで父はスタスタと歩き始めた。でもちゃんと道は覚えてるんだね。その後ろ姿に私は小走りでついていく。いやー、それはずっと住んでたんだもんね。そりゃわかるか。四つ村は山奥の村らしく田園風景が広がっていた。素敵。家屋はどこも古そうで、まさに日本人が思いつく田舎の風景だ。東京にはない自然豊かな景色がとても珍しく、ついキョロキョロしてしまう。ん？怖っこんなん怖いわ。道の脇に所々鳥居が建てられ、石が祀ってある。そこには四つ女神と書かれていた。なんだろう、四つ女神って。ねえ、ウィキペディアで調べよう。どっちがいいかな。お父さんに聞く？観察しよう、まずは。ね。しめ縄とシデが巻かれているが、随分と古いものらしい。石には四つの目が彫られ、子供か赤子かというような大きさだった。ああ、子供か赤子なんだ。じっとその目を見つめていると、その石に吸い込まれるような感覚になる。立ちくらみのようにぐらりと体が、かしいで慌てて私は踏みとどまった。何してるんだ、舞。ごめんなさい、この石とっても怖くて。いや、まだ先だぞ。道草食ってたら日が暮れる。はい、ごめんなさい。怒られた、普通に。ねえ、お父さん、普通に聞いちゃうんだ。この四つ女神って何？ああ、この村に古くからいる神様だ。いろんなところで見るね。あっちにもそっちにも。ここの村の子供たちはこう言われて育つんだ。悪い子は四つ女神が見ているぞ。いらない子は四つ女神に連れて行かれるぞってな。あー、そういうのなんかよくあるね。鬼に連れてかれるみたいな。あ、だからこんなにたくさんあるんだ。嘘をつくと大魔王に舌を抜かれるとか、雷が鳴ったらへそを隠せとか、よくある子供に言い聞かせる名言だ迷ってる言葉ね。
この村は全ての家族が仏教じゃなくて神道なんだ。神道って何？同じ気持ち。あー、ざっくり言うと宗教だ。仏教はわかるだろ。奈良の大仏とかだよね。歴史の授業で習ったよ。そうだ、仏像に手を合わせて南無阿弥陀仏と唱えるのが仏教。お坊さんとかお寺。じゃあ神道は？お寺じゃなくて神社。鳥居とか巫女さんがそう。祀っているものが違う。なるほど、難しい。分かったような分からないような、多分ほぼ分かんない。神社と寺の違いが分かる若者もそういないかもしれないな。せやな。日本古来から伝わる八百万の神々を祀るのが神社。おー、勉強になりますね。この四つ村には寺はないし、坊主も仏壇もない。四つ女神を祀る四つ女神社があるだけだ。へえ。生まれてこの方、血のつながった親族を知らず、お正月に集まったこともお葬式に出たこともない私は、今まで自分の宗教を知る機会がなかった。じゃあお父さんも神道なの？俺は自分からこの村や家族と縁を切ってるからな。むしろ神様がお呼びじゃないだろうよ。なるほど。私は？それはお前が決めていいことだ。宗教の自由だね。それっきり父は口を閉ざしてしまった。少し歩く速度が速くなった父に、私もそれ以上は口を出さずに、小走りで追いかけた。読んでばっかりだとね、本当に声が枯れるんだわ。バスを降りて歩くこと20分。歩くこと20分、結構歩いたね。私は大きな平屋の家屋、屋敷の前に立っていた。めっちゃ広そう。平屋って広いってことだもんね。想像してたのとだいぶ違う。もっとこじんまりとした普通の一軒家を想像していたのに。ボケっと口を開けている私の横で父が相良の表札の下にあるインターホンを鳴らした。ピンポン。インターホンが鳴って間もなく、この前会った習字おじさんとその後ろに着物に割烹着姿の初老の女性がやってきた。割烹着って読めたよ。本当に来てくれたんだ。来いと言ったのはそっちだろう。行ったら向かいくらいよこしたのに、バスじゃ大変だったろう。そこまで世話になる義理はない。何言ってるんだ、自分の家だろ。それに娘もいるしね。ここを自分の家とは思ってない。墓参りに来ただけだ。なんか言ってることとね、言ってることが違うよね。でも泊まるだろ。この村に宿泊施設はないし、まさか女の子連れて野宿をするとは言わないしね。言わないね。ね、と修士おじさんが私を見て言う。そやな、外はちょっと。舞ちゃん泊まっていくだろ。もちろんです。こんな広い家ぜひ泊まらせてください。美味しいものも食べさせてください。金を払う。ホテルかよ。どこまで強情なんだか。この前のように怒鳴り合うことはないが、やはり二人の仲は良くないようだ。私が父の隣で小さくなっていると、初老の女性が私に手を差し出した。お手伝いさんかな。あ、そうやな、本当にお手伝いさんって名前だしね。さあお嬢様、長旅でお疲れでしょう。荷物をお預かりします。お嬢様。私がびっくりしてたじろいでいると、修士おじさんはクスクスと笑った。そりゃそうやな。彼女はこの家のお手伝いさんだ。困ったことがあったら遠慮なく言いつけなさい。メイドってやつですか。はあ、でも自分の荷物は自分で持てます。大丈夫です。しっかり者のお嬢さんだね。誰に似たのかな。俺です。父は修士おじさんをにらみつけたが、修士おじさんはどこ吹く風というように済ました顔で屋敷に戻っていった。お父さんって実はお金持ちだったの。そんななりだけど。俺に金があるわけじゃない。この家は捨てたんだ。吐き捨てるように言って父は門をくぐった。すこぶる機嫌が悪い。やっぱり来ない方が良かったのかな。そう思いながらも、門をくぐると、え、来た、来てくれた。怖い怖い、急に。やめてよ。赤文字はやめてよ。不意に声が聞こえてきた。思わず立ち止まって耳を澄ませるが、それ以上声は聞こえてこなかった。どうしたんだ。お父さん、今声が聞こえなかった。何も聞こえなかったが。そっか、自分の勘違いかもしれない。かすかな胸騒ぎを抑えて私は屋敷の中へと入っていった。怖すぎる。あ、見たことある廊下じゃん。屋敷の中を歩く。ここが今、台所、風呂、トイレ、大広間がここだ。
今は開け放っているが、襖を閉めてここを二人の客間にしよう。大丈夫、古い屋敷だけどエアコンはついてるし、トイレだって水洗式だよ。ボットンじゃないんだね。私は広い お屋敷をキョロキョロと見回した。確かに古いけれど掃除が行き届いており、こまめなリフォームもされているようだった。素晴らしい、快適な空間じゃないですか。おー、いいね、ここ戻ってきたね。一通り案内された後、私たちは先ほどの部屋に通された。君たちがここで生活する分には今の案内で十分だろう。好きに使ってくれて構わないが、あまりうろうろしないように。迷ってしまうからね。どんだけ広いやねん。広いやねんって日本語間違ってるわ。はい、もう少しで夕食の準備ができるだろう。それまでここでくつろいでおいてくれ。机の上のものもつまんでくれて構わないよ。うわー、ホテルのさ、宿とかに置いてある小さい菓子みたいな感じかな。ありがとうございます。あー、誠、お前には話があるんだ。こちらへ。まずい空気や。一瞬ためらった様子だったが、修二おじさんが有無を言わせない態度で廊下へ促すと、父はしぶしぶ立ち上がって部屋を出て行った。一人取り残された、私は取り残された父が戻ってくるのを待っていたが、旅の疲れからかいつの間にか眠ってしまっていた。夢の中で何か起こるんじゃないの。あ、そして目が覚めると声が聞こえてきて、子供に会って神社へ誘われてしまったってことか。夢の中なんじゃないの、もしかして。はい、それでイミゴくんが田形さんなら帰り方を知っているかもって。おい、くんづけやめろ。イミゴくん、猫かぶれって言ったのはそっちじゃない。言っちゃった。そこまでかぶれとは言ってない。二人とも仲がいいのは分かったから、舞ちゃん、帰り方なんだけどね、僕も詳しくは知らないんだ。え、田形さんイケメンやな。じゃあ私ここから帰れないの。私が落胆して肩を落とすと、田形さんは慌てて言った。ああ、そんなに落ち込まないで。ここで詳しくは説明できないけれど、確かそういう記述のある巻物があったはずなんだ。それじゃあ。でもいつからかその巻物だけがなくなってしまって。え、希望も何もないじゃないか。誰かが持ち出してしまったのかもしれないんだ。俺じゃないぞ。誰もイミゴがしたとは言ってないだろう。知っててもね。じゃあその巻物を探せば私は帰れるんですか。確実とは言えないけど、おそらく。イケメン、私探します。はあ、まだ続くのかねえ。だってこの二人もいつまで経ってもね、神社から出られないわけにはいかないでしょう。おー、ということで、相良家もクリアですね。今回はじゃあここまでにいたしましょうか。ご視聴ありがとうございました。いやー、ちょっとストーリーに入ってきましたね。面白い。ということで、次回に続きます。